はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。7月29日代々木でタウンミーチング開催いたします。場所や時間は動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらでご確認ください。よろしくお願いいたします。今日も新橋でタウンミーチングやってくるんですけれども、どうなることでしょうか。どんな意地悪な質問が飛び出るんだろうかってですね。韓国 KBS 受信料月額280円の電気代上乗せ徴収廃止が放送通信委員会通過で決定しそうだと、野党、北朝鮮と共に民主党は大反対、ということは KBS はだいぶ北朝鮮に浸透されてんのかなって、感じなんですけれども、世論調査では7割が徴収不能になる見込み、つまり払わねえぞっていうですね、どこでも嫌われてんのね、自称公共放送は。NHK のですね、滞納率は2割です。21%、79% しか取れてないんですけど、電気料上乗せ徴収だと滞納するのなかなか難しいですね。だから月額280円でやってけんのかななんて思ったり、まあ NHK 高すぎますけどね、2170円だっけ、あの衛星も込みだと。7割が払わねえって言ってんですから、それをですね、払ってくださいよって請求書出すのも、まあ大変な作業。KBS ぶっ潰れんじゃないでしょうか。現代ビジネス。韓国では連日報道されているのに、この決定をNHK が全く報じないのはなぜ。 NHK 関係者が声を潜めてこう話す。実は上層部からこの問題についての報道を控えるよう指示が出されているのです。現代ビジネス。 KBS 受信料が280円、 NHK 高すぎ批判も予想されるからでは。一般判断です。では我々が拡散しなければ。トップニュースにK-POP を持ってくるほど韓国に深い関心を寄せているのになぜでしょう。報道しない自由だな。これが公共放送を自称しているギャグ。 NHK うざいんでテレビ捨てた報道するな指示。目の前をですね、通過するスクランブルデモやネット聴取反対デモもですね、報道するな指示出てんでしょうね。なので全然驚きません。これ NHK 内部だけでなく民放にも報道すんな、うちの目の前通過すけど報道すんな。デモ隊接近で慌てて門を閉める NHK が知らないはずないんですけどね、あのデモをね。日曜日いつもやってますけど、日曜日も放送は止まんないから中に人いるはずだしね。 KBS は280円でやれていること、スクランブルデモ、ネット聴取反対デモ、いずれも見なかったことにするしかないっていうのは反論できないからでしょうね。こっちのあの主張がまともすぎて全然反論できねえ。なんでスクランブルにしねえの。それは放送法15条であまねくだから5条、って今でもあまねくじゃねえんじゃねえ、あの山間部で映んないとこいっぱいあんじゃねえの、トンネルの中とかさ、って言われるとしゃあないから、まあ見なかったことです。こんなんであの中立公平でございって顔してんだからもう笑いますよね。受信料は NHK 存続の負担金って言ってましたけど、いや存続しなくていいから、もう私が生きてるうちに潰しますからね、ここは。時事通信、6月内閣支持率 35.1% から 30.8% に低下。マイナンバーカードの不信感のせいでは、掲示板にあふれるパヨとゴモの阿鼻叫喚、つぼつぼうるせえん、だいぶストレス感じてるみたいでね、マイナンバーカードでは。いや、あのホワイト国やスワップや LGBT や退職金増税や社会保険料値上げや物価高のせいだと思うんですけど、パヨどもの核心部分は入管法改正とマイナンバーカード保険証の噂の通りのようで、阿鼻叫喚でした。日本政府、保険証廃止猶予は来年12月8日まで、日付まで決定、着々と粛々と進んでるようで何よりであります。12月8日といえば真珠湾攻撃、開戦の日ですね。一般判断です。2枚持つの面倒よな。不正使用が減るからいいやろ。どんだけマイナンバーカード持たせたいんだ。パヨ、いやー顔写真がついている。外国人が貸し借りしまくってるから
これはマジにやった方がええで。今寝たきりで入院してて役所にカード作りに行けんような人はどうなるんや。初期は持ち歩くなって言ってたの。早くスマホに入るようにしてくれ。外国人の不正使用もそうなんですけど、生活保護者の病院はしご薬品ゲット転売を怪しんでます。私はこれってパヨの資金源なんではないか、とかですね。あとは最近まで私知りませんでしたけれども、人口では 1.4% に過ぎない日本人がですね、額にして世界中の医薬品の 40% を消費してるって知ってました？驚愕の事実、つい最近知ったんですけど私も、世界中の薬の4割を日本人が消費している、額にしてね。自国で薬なんか作れない北朝鮮が、これ日本の薬品の密輸入に頼り切ってる可能性ありますね。生活保護者に集めさせて、次から次へと、せっせせっせと病院はしごさせて、生活保護者に集めさせて、で北朝鮮に輸入、密輸入、人民の命は安いけど、まあ幹部連中は日本からの薬が来なくなるのは非常に嫌なんでしょうね。命に関わるしね。そんで時事通信はじめ NHK はじめ全ゴミマスに命じてですね、マイナカード保険証に反対しろと。マイナンバーカードにの保険証にしたら、これデータではしごできねえよ、あんたあっちの病院でももらってたでしょって分かっちゃうね。この大合唱に負けずに粛々と無慈悲に進めてほしいものであります。パヨの嫌がることを進んでしますと、私は教わってきたんで、パヨの定型文、なくしたらどうすんだ。なくしたら面倒なのはですね、スマホも免許証も銀行カードもクレジットカードも一緒じゃんって言っても、しばらくフリーズするだけで再起動してですね、なくしたらどうすんだって再開するから、全くの無駄なんですけどね。つまりなくしたら面倒なのはスマホもクレジットカードも一緒じゃんっていうのは、パヨ以外のプレーンな方々に訴えるべきであるなぁ。ビッグカメラは山田電機にですね、うちの方が安くて品揃えいいって訴えないでしょ。訴えるとしたら、まあお客さんに対してですよね。パヨに対しては聞く耳持たない、話しかけないっていう兵糧攻めにいたしましょう。放置しましょう。関わんないようにして。関わってもどうせ無駄だからね。言い合いしても。で、パヨ一人を洗脳する手間で、他の人1000人ぐらい洗脳できるから、そっちの方がいいですよ。支持率低下の一番の原因と思われる物価高について、帝国データバンクが発表しておりました。食品主要195社の値上げ品目が3万点突破。一般販です。値段が同じも量が減っているっていうオチ。中には便乗値上げもあるんだろうな。とにかく買わないに限る。賃金も値上げしてもいいんですよ。給料上がらんでもさすがに生活が苦しくなってきたわ。大家族で住んでバナナが高級品だった時代に戻るしかないわ。昭和ですか、昭和。給料だって上がってんだから、追いつかないと。なんか消費税上がった時に腹立てた人が、俺はなるべく消費しないで政治家と企業に復讐するんだって書き込んでる人いらっしゃいましたけれども、今はなんかいい車乗ってもさ、上には上がいるしさ、なんかヴィトンのバッグなんかもバッグ自体が重いわっつって、なんか軽いペラペラのが流行ってるし、それ平気でお金持ちも持ってるし、なんか物じゃねえなっていう、気は非常にしてんですよね。賃金上昇が物価上昇分に追いつかず、14ヶ月連続で実質賃金低下、これが内閣支持率減少の、一番の原因じゃないかなって思いますけれども、口開けばね、心機臭い増税を匂わす発言しかしないしね。物価 2% 上がったんで消費税 2% 下げます。これやったら明細書の名前欲しいままにできるのに、なんでやんねんだという話で、次の衆院選では、消費税 8% も落としますって言ったら勝てんのに、なんでやんねんだ。次の衆院選は 8% にしましたが 5% に下げますって言ったら、また勝てんのに、なんでやんねんだ。財務省、消費税は福祉にしか使いません。
福祉を削るんですか、それに対してですね、バカ野郎金に名前書いてあんのかって言い返せないのはなぜなんだ。消費税率下げると消費が増加してかえって税収アップするとは考えないのか、それはあの財務省にそんなことはあの起こりませんって言われてそれを鵜呑みにしてるのか、財務省嘘つきですからね。候補の公認にはですね、自営業経営の経験を必須にしてもらいたいな。こんなあの簡単な理屈わかんねえ自民党議員ばっかりでこっちがあの絶望しちゃいますからね。これ自民党に限らずですけれども、大阪府共産党議員、今こそ法人税増税をかなと、議会で言っちゃって、橋本知事当時、企業が大阪から出てっちゃうでしょ。橋毛ってあの病的な嘘つきなんで好きじゃないんですけど、この部分はだよね、納得ですよね。共産党議員もですね、あの自前の商売の経験あればバカなこと言って恥かかなくて済んだのにね、共産党員ってだけで生き恥なんですけどね。物価上昇、賃金上昇、物価上昇、賃金上昇は健全な経済成長なんですよ。日露戦争の頃の国家予算1億円だったんですから。あとね、あの F35 が100億円、140億円。で、ゼロ戦の三菱重工が作ってたゼロ戦の納入価格が5万円でした。ですんで、物価上昇、賃金上昇、物価上昇、賃金あの上昇のサイクルがなければ、経済は成長していかない。失われた30年は、値下がり、賃金低下、値下がり、賃金低下の繰り返しで、デフレって経済縮小、あるいは経済衰退のことなんですけどね。年金生活者はデフレの方が物が安くていい、ドヤ顔で言ってたパヨとか学者言いましたけれども、それね、あの子供や孫や姪や甥のことを全く考えてない人間のクズで笑っちゃいますよね。これが生き恥でなくて何なんだ。経済衰退が望ましいのがお前ら、物価が安くてええわいって、言うけれども、子や孫はどうすんだって話。物価上昇、賃金上昇、物価上昇の健全な経済成長サイクルを崩すのが外国人実習生をはじめとした外国人労働力の輸入ですよ。それとあの各種増税ね。一層あの政府と経団連は何にもしてくれんなと。お前らの経済政策はことごとく間違ってんだから何にもやるなと、言いたいとこなんですけど、バカでどうしようもねえからね。新葉和也読めねえ民民幹事長、立憲安倍智子が野党韓国の議員とともに処理水放流反対声明を出したことについて、汚染水ではなくて科学的に安全が証明された処理水だ、科学は嘘をつかない、文句や疑義があるならば科学的に論理的に反論を、立憲泉安倍智子は党の立場で動いているものではない、責任放棄&逃亡、あれ勝手にやってんだ俺に責任ね、知らねえよという話ですかね。泉の立場にしたら、もしかしたら泉より安倍智子の方が立憲内では発言力強いんじゃないか、そうですよね、謝りません、あの代表としてって言えないところを見るとね、一般判断、つまりここにバカが多いと、安倍智子が勝手縄にしてるっていうことですから、話しがいは無責任でしょう。事実及び正論陳列罪、頑張れ立憲、科学に負けるな一緒になって盛りかけて騒いでたのに、急にまともに、左翼の最大の敵は科学と事実やで、普通のことを普通に言ってるだけなのに立憲が変すぎてまともに見える。もともとがあの原発稼働でですね、電気代下げてほしい自動車、電気、化学、電力などの労働組合がですね、立憲のあの頑なな反原発に嫌気がさして分裂したのが民民ですから、なのであの原発稼働は民民の正念場なんですよね、実は。あれ立憲応援したら原発動かなくて電気代下がらなくてうちの会社は儲からなくねってやっと気がついた何年も経ってやっと気がついた。自動車労連やら、あの電力労連やら、科学的な反論は、普通のこと言ってるだけなのに立憲その他 あの特殊野党が変すぎて高評価、これ民民や維新にとってはボーナスステージじゃないのかな。普通のこと普通に言ってりゃすごくよく 見られるんだもん。シーカズオ、血統101年のご挨拶、
なんかね、7月に、101年前の7月に立ち上がったみたいでして、一度きりしかない大切なあなたの人生を、どうかこの塔と共に歩んでいただきたい。あなたの入塔を心から呼びかけますと。一般反応です。いやどす。全く笑わせよる。人生を無駄にしろって言うんですか？人民の味方、国民の敵、一度きりしかない大切な人生を、大切な人生を共産党のために無駄にしたくないです。人類の汚点、死んだ方がマシ。反社の前力がつくから嫌です。国を、社会を呪いながら人生を終えたくない。共産党入党で人生台無し。用語投稿、皆無ですね。嫌われてるというより憎まれてる感じでした。共産党が日本人を憎んでからしゃあないですね。まあ、相互主義ってことで。私たちへの批判や攻撃は何か悪いことをしているから起こったことでしょうか。全く反対です。どこがどう全く反対なのか全然説明してないと。共産党議員ぐらいですね、馬鹿じゃないと、こんなんでは納得してもらえないんでは。今すでにいる信者向けの声明、コメントとしてもですね、稚拙な説法ですね。これ読んだ外部の人間が一人も入党するわけがないんですけど、まあそんなんだから101年もやってて、一度も与党に慣れてないんじゃないですか。社民党ですら、民主党政権時代に連立与党で、ちゃっかり福島みずほが大臣かなんかになってましたけど、共産党一度もねえもんね、そんなことすら。バカほど自己評価が高いダニング・クルーガー効果って知ってますか？だから101年も一回も与党に慣れてないんじゃないですか。無駄に過ごした101年間って感じなんじゃないんですか。もういい加減諦めたらどうですか。心からですね、残り少ない人生ですが、せめてもの、残り少ない人生だからこそ大事にして共産党やめたらいう話、どうせダメなんだから101年間無駄なことやってたんだからあんたらはっていう感じですかね。というわけで、7月29日タウンミーティングやりますんで、よかったらいらしてください。デトックスジャパン。